おたらんこともお姉様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで、今回はね、ラブレターというゲームをやりたいと思います。まあ、かなりシンプルなタイトルのゲームなんですけども、なんかラブレターを作って女の子に告白するみたいな感じのゲームらしいんですよ。まあ、とりあえずやってみましょうか。開始。あ、これが女の子？これをどっちから女の子をまあ攻略するみたいな感じなのかな。宮田すいちゃんか、新藤琴葉ちゃん。ちょっと、顔、すげえぬめっとしてんね。すげえぬめっと、なんかね、ラバーマスク被ってんのかなみたいな感じだけど。まあ、ちょっとやってみようか、普通にね。うん。じゃあ、宮田すいちゃんから行こうかな。あ、とりあえず黒髪の、まあ、ショートの女の子。うん、可愛いんじゃないですか。あ、俺これ、これね、うん、すいえって書いてる。で、これをジャンプして、このメッセージんとこをこうどん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 伝ってって、最終的にはあそこのまあ、スイちゃんの机の上に到達すればいいってことだな。まずスイへで、このメッセージんとこ行けば新たな文字ができると。あ、こういう感じね。で、これ、あ、ジャンプ、あ、これジャンプしてくんだ。これ怪奇だろ。怪妖怪だ。あー、待って、え結構難しいよ。いや、こんなこんなラブレターが、手紙がぐん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 してたら、怪しまれるだろう。あ、好きな食べ物を聞かれたら、君と答えた。キモいよ、いきなり。めちゃくちゃ気持ち悪い出だしからスタートじゃん。で、これ？あ、こう書いてある。うん。これを取ればいいんだな。うん。テストは、自分のより、君の点の方が気になるよ。めちゃくちゃ気持ち悪いじゃねえか、お前。急に文脈変わったし。うん、食べ物の話とかテストの話とか。で、あっちかな？あ、すごい、セミが鳴いてますね。ここかな？これか。あ、カーテンを開くように君のスカート脱がしちゃう。これも振られます。確実振られます、これは。で、ここ窓をよぎる風が揺らす君に一目惚れしたんだ。絶対お前スカートの中覗いてただろう、こいつな。このカバンとこは？このカバンとこ、ほっ、これか。カバンに君を詰め込んで持って帰りたい。おお、終わったわ。最低だ。あ、これでもう終わりってこと？なるほどね。じゃあこれで、あそこのとこ行けばいいんだな。よし。これは振られるわ。あ、これでオッケー？これ渡したってこと？あ、じゃあボイスあり。ボイスありなのこれ。手紙読んだけど。うん、どう？俺の気持ち。何あれ？怪文書？それとも脅迫状？いや、まあそりゃそうだよな。それも犯罪です、あれは。あれは私ら犯罪です。ラブレターって普通はさ、うん、こういうところに惚れましたとか書くものでしょう。いや、であなたのスカートの中に惚れたんだよ俺は。あなたのスカートを脱がしたいんだ。こんなの送られても困るんだけど。いや、これはダメだよな、そりゃな。私はこの退屈な日常から連れ出してくれるような人がいいの。なんかちょっとこいつもやばそうだぞ。ねえ、結構なんか、あれなんかロマンチックな感じな、スリリングな感じの文章をすればいいのかな。君がそんなに気持ち悪い人だったらね。完全アウトじゃねえ。さよなら。これダメなの？エンディング名、怪文書クリエイター。俺一発目から、俺の心込めたラブレター、怪文書って言われてんだけど、怪文書クリエイター、クリエイトしたくないよ、そんなの。じゃあちょっと、今のを踏まえて、もしロマンチックなのを選びながらやってっか。ここはもうダメだろ。確実ダメだっただろ。いろいろあるってことだな。こっちの方とか行ってみようか。あー、なんかある。あ、やべ！きっと縄文時代から僕らの出会いを決められていたんで。あ、これ結構いいんじゃない？私はキモいけどね。アモーレはやばい。アモーレは絶対あれいけない。最後締めくりでアモーレ行ったらやばいわ。ああ。他、待って。きっと縄文時代から僕らの出会いを決められていたんだよ。これがわかんないなぁ。ちょっと行ってみるか。あ、これこれ結構いいんじゃない？結構ロマンチックな感じだわ。なんか良さそうな感じする。この街は僕らに狭すぎるから、僕のバイクで二血して君を連れ出すよ。あ、いいよ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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。これはカバン、これダメ、これダメ。カバンはダメ。カバンはダメだ。撮りたいな。君のその髪が揺れる瞬間を。あ、それいいじゃん。これバイク乗ってね。これいいんじゃない？ちょっと待って。左上のが点数ってこと？これダメだったの？これ良くない？結構。わかんない。俺ちょっと麻痺ってんのかもしんない。麻痺ってんのかもしんない。ちょっとこれキモいかもしんないけど。ここは？あ、これはこれは？君、僕と3週間病欠のふりを出して旅んでよ。あ、これいいんじゃない？バイクでね。バイクで旅んでよ。これ結構いい。これはいいぞ。よし。
待って、まだ60点だ。まだ60点だ。これは？あ、これ一応行った方がいいか。あ、いいんじゃない？これ待って、70点。ちょっとこれいいかもしんない。どう？これは怪文書じゃないだろう。これは確実怪文書じゃありません。来たな。来たな。ここでときめいちゃうんじゃない？手紙、ありがとね。あ、ほら、違うもん。ありがとうから始めよう。いいんだよ。正直、君のことあんまり知らなかったけど。うん。今は結構いいかもって思ってる。おい、マジか、マジか、マジか。来たぞ、これ。来たな。君が私を連れ出してくれる王子様なんだね。あれ、行ったんじゃない？ロマンチックで素敵だな。はい。そう？それじゃ、一緒に帰ろう。あ、来たえ、恋愛マスター。マジで。え、2回目にして恋愛マスター取っちゃったの？あ、もう僕恋愛マスターです。怪文書クリエイターからもう恋愛マスターになりました。いや、これはね、学習できる男ですね。え、じゃあ待って、次ね。次ちょっと別の子行ってみようか。こっち、新藤琴葉ちゃん。この子ね、最近の中学時代、なぜか友達ができなかったため、金髪にして高校デビューを試みたが、依然として友達ができない。恋愛には疎いが、守ってくれる友達や仲間が欲しい。あ、結構いけんじゃないの。海外の方かなと思ったけど、髪のこれ粘土粘土みたいな髪質してんね。あー、いっぱいあるよ、いろいろ。でも友達が欲しいっすかな。君が写ってる写真だけど、そろそろ個展が開けそう。これはダメだ。これはダメすぎる。いつも孤高な君に捧げるお昼ご飯はクロワッサン。ちょっとキモいけど、これ行ってみるか。友達欲しいっすかね。あ、今日結構いいんじゃない、点数。君の友達を一人ずつ消して僕だけのものにしたい。これはあかんだろ。友達いっぱい欲しい言ってるからね。あ、綺麗な。あ、これ書いてある。君の綺麗ななんたらにって書いてある。取りづらいな、やっぱいいセリフは。いいセリフは取りづらいよ。ここ行って、で、あそこの上。あれはいいよ。あれ欲しい。よし。君の綺麗なその声に不思議な力を感じるよ。あ、いいんじゃない。これは来るだろう。これ結構いいよ。あっちは。さあ、これだよ。君の香りを胸いっぱい、おー、やばいでー。これはやばい。君の香りを胸いっぱいに吸い込むだけ。あ、待って。あ、待って、点数がどんどん下がってる。ちょっと待って。あー、これやべえ。これやべえやつだ。お、まずいやつだ。やべえ。やべえ。あっぶれ。あぶれ。あ、これは当たったくない。こっち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 。君、え、ちょっと待って。やべえわ。僕にとってはもはやパイイコール君なんだ。やべえやつ取っちゃったわ。ちょっとパイ四つはやべえって。絶対それかけてるだろう、こいつ。あー、これもやばい、やばい。取っちゃったわ。君の名前を書いた消しゴム、これで26個目だ。めちゃくちゃ、どちゃくそキモいやつ取っちゃったよ。待って、いいやつないかな。あ、じゃあもうこいつにかけるしかない。あ、これカバン詰め込みたいじゃないこれ。あ、違うわ。なんかちょっと違うそう。いつでも君を守れるよ。今日もハサミを忍ばせてるよ。終わった。終わった。完全に終わりました、これは。これは完全に怪文書マスターです。怪文書クリエイターです。私。だってもうだってこう、手が拒否ってんもん。なんだ貴様、気持ち悪いぞ。まさか悪魔に憑依されているのか。マジで。いやー、キモすぎて悪魔ですら敬遠するが、悪魔ですら俺を敬遠するの。そんなに悪魔、俺、エクソシストってこと？マジで貴様友達いないだろ。もう話しかけてくれよ。友達ねえやつに友達いないだろって言われてるって相当だぞ。下には下がいる。あの子も琴葉ちゃんも相当なのに、さらにその下、奈落の男じゃん、俺。いや、あれはちょっとね、まあ確かにひどかったわ。まず、良かったのから取ろうか。あ、これはダメ。古典はあかん。まずこれね。このクロワッサン、これはいいんだよね。うん、これは良くて、でこの上も良かったんだよ。ほっ、あー取れない。くっそ。これ結構、あーやべえ。なんか、うわやべえ、やったわ。やった、やったわ。君の友達を一人ずつ消して僕だけのものにしたいよ。あ、でも結構いいのかもしれない。点数良くないこれ。ちょっと待って。いいのかも。君に当たらすゴミクザ。これもいいのかな。意外と。意外といいかもしんない、この子。私だけってのがいいのかもしんない。あ、君を守れるよ。これもいいだろう。ってことは。あれ？
この子意外と悪くないぞ、こういうの。タイムリープして幼少期から君を見守っていた。これいいんじゃない？これいいよ。取りづらいとこにあるってことは相当いいってことだよ。これいけるかな？よー、あー、いけやべえ！これでいくか。いけんじゃない？でも。さあ、どうぞ。これでどうでしょうか？これどうでしょうか？ 60 点。いいんじゃない？でも。うわ。拒否られてる。むずいぞ、この子。よし、来たぞ。これ分かった。これあんま落ちすぎてもダメなのかもしんない。汚くなっちゃうから、手紙が。よし、これいけただろ。これ完璧です。こうだ。どうでしょうか？これは来ましたよ。タイムリープも取ったから、最後に。これ来ただろ。あ、来たんじゃない？え？あ、手紙読んだよ。おう、読んでくれた？君の気持ちはよーくわかった。どうやら私の仲間になりたいようだな。結構やべえやつじゃん、こいつ。悪魔とか言ってたもんな。こいつやべえやつなんだ、そもそもが。時を操る能力に敵を滅するその覚悟。うむ、エクソシストとしての資格が十分だ。やっぱり悪魔を敬遠とか言ってたもんね。いや、さっきの方がエクソシストだったらだいぶ。そうと決まれば、まずは組織名を考えなくてはな。さあ、共に行こう。まずはお友達から。あー、マジか。でも待って、こいつは友達で終わった方がいいかもしれない。この女は。